ものがすべて進んでまいりました。はい、ちょっとね、皆さんこの前の大きな猫店、おつね御殿といいます。はい、大小合わせまして15部屋あります。畳の数が250畳以上あるというんですから、ちょっとね、かなり大きな猫店だということをね、お分かりいただけるかなと思います。ここね、実際に孝明天皇、明治天皇は17歳までお住みになってたところなんですね。でちょっとね、そちらの方の杉戸にね、絵が描いてあります。これももちろん本物ですね。岡本記念史彦という方がお描きになったもの。こちらの方ではね、あの曲水の毛までかな、もともと曲水の絵がね、描いてあります。ちょっと後で見てくださいね。はい、じゃあお庭の絵を見ていただきます。先ほどとはね、お池にはどう様子が違いますけどね。はい、流れてますね。はい、あの流れてのお庭になっている槍道になってますよね。でここでね、木水の縁なんかが催されたということなんですね。武将といいまして、木でねできていますね。鳥の形をしたものを浮かべる。もちろん高槻をきますね。ここにも入ってますよ。それをね、川上からずーっと流します。皆さん次のところに陣取られます。お庭がずーっと流れてくるまでにね、はい、皆さん一句ね、お歌を呼ばれます。で流れてきた高槻、そこでいただかれる。で次の方も一句読まれまして、流れてきた高槻をいただく。次の方も一句読まれて、流れてきた高槻をいただく。流れてきた高槻をいただくというところから、お流れ頂戴という言葉ができたと言われてるんですね。はい、元お流れとそんな優雅なものだったんですね。はい、じゃあちょっとね、あの奥の方に珍しい御殿があります。そこだけちょっとご案内いたします。ちょっと